クリスティン・ハルボルセンは、ノルウェーの政治家、社会主義左翼党党首。2005年10月17日から第二次、ストルステンベルク内閣において、第78代財務大臣を務める。党初、ノルウェー市場でも、女性初の財務大臣就任となった。個人的人気が高いものの、2005年のノルウェー、議会議員選挙で党が大敗したことから、ここ数年は、 党内左派を中心に、党主辞任の声が絶えない模様。ベストフォール憲法典生まれ、大学で教育学と犯罪学等を学んだ後、法律事務所に適所として勤務。1989年、ノルウェー議会議員に、オスロ選挙区から初当選を果たし、財政委員会や憲法問題諮問委員会の各委員を歴任する。現在は、選挙、外交問題の 各委員会委員についているが、閣僚在任中は、両職から離れている。ノルウェーの政党党首としては初めてブログを開設した、ことでも知られる。夫はノルウェー放送協会のプロデューサー。2006年1月5日、パレスチナ人民との連携の意思表示として、イスラエル製品のボイコットを呼びかけたが、閣内や連立を組む他党から批判を受けたことから、後に謝罪した。 ありがとうございます。